こんにちはピクチャレスクですご覧いただきましてどうもありがとうございますよろしくお願いしますレンタルジュエリーの二十九番をご紹介させていただきますどうぞよろしくお願いします今回はですねあのパールは引き続くんですけれどもアコヤ真珠っていうことと十八金イエローゴールドとのコンビ地金とのコンビがね中心になるものになりますので割とフォーマルフォーマルしたパールの使い方とちょっと違ってお出かけなんだけれどももう少し なんかラフな感じというかですねかしこまった感じからちょっと離れる感じになるのがまた魅力ですね地金も18金使ってましてね華やかにキラキラっとなるのが特徴になりますねじゃあ一つずつネックレスからご紹介してまいりたいと思います縦にですねちょっと前かな南洋真珠のセット組の時にあのベスト3っていうのがもしあるなら必ず入ってくるんじゃないかっていう人気の アイテムだっていうことが南洋真珠のマルチカラーがそうじゃないかっていうことを動画の中か ブログかななんかでね、あのお伝えしているんですけれども <laughs>、今回のね、このね、ステーションネックレスって呼ぶんですね、駅のステーションみたいな感じですね。ところどころにこういうふうに、あの地金の間にパールがね、挟んである感じ。これもね、かなり人気だと思うんですよね。これもね、多分ベスト3に入ってくるか、あわよくば1位なんじゃないかって思うぐらいの人気ではないかとね、思います。それが、この、 18金のボリューミーなね、地金を使ったヴィンテージものになりますね。これが長さがですね、えー、っとですね、ミドルの丈で58センチなので、使いやすいですね。長すぎもしないんだけれども、あの、ショートでもないから、いろいろなお洋服にね、マッチしていくと思いますね。あの、ショートじゃない分ね、砕けた感じになるんですよね。やっぱりね、ラフな感じというか、そういう風ですね。 で、ブレスはもうね、あの、もう本当にネックレスを意識したものになりまして、同じ調子の、あの、ステーションネックレスで、地金、ね、も18金、イエローゴールドがいいだろうということで、このようにね、あの、こういうのを見つけましたけど、これなかなかいいですね。あの、色がね、ブルーとピンクに分かれてる感じってわかりますかすごく魅力的な感じですね。白なのにね、真珠もこういう光の加減でこのように見えるんですね。そういうのが特にこのやつね、美しいですね。 なんかね、白っぽくしか見えないのもある中で、これはこういうふうにいろんな感じのオーロラみたいな感じでね、見えるタイプになりまして、粒もなかなかのね、あの、大きさになりますね。7ミリほど8個、アコヤ真珠が配置されていますね。18金イエローゴールドのチェーンもしっかりしてます。 そしてリングはですね、一粒とは言わずにもう、あの、もうね、二つ付けをしていくっていう感じにしました。一つは大きいもの、もう一つは逆に小さいものっていうことでね、このね、凹凸感ね、で二つ、あの、合わせてみようと思ったんですけど、一つの左側はですね、まべパールって呼ばれるマベっていうのがね、大粒っていう感じの、真珠の中ではね、そういう、あの、 決まった言葉があるんですけれども大きい真珠のものがすごく綺麗で艶がありますねこれのリングです縁のところが縄のように囲まれているのもより一層ですねなんかエレガントな感じにこれあるのとないのとで縄がある縄がないので全然違ってくるんでとてもその効果がありますねそしてもう一点の右側はもともとピンキーリングっぽい 作りなんですけどこれがね14号ある大きいものになりましてあの14号は別に普通他の指だったら普通なんだけど小指とかそのねあの細くものの中では特にあのちょっとあの特殊な感じなんでしょうねそれが面白いなと思ってこのね大小で重ね付けというので持ってきました。 に合うコーデっていうのになるんですけれども柔らかなね U の字を描くステーションネックレスですよねミドル丈でねでこういうやら優しい感じになるんですど,どうもね形がねその,あのネックレスっていうものはねでラウンドネックのあのラインの洋服にふんわりと馴染みそうな感じなのでネックやっぱりねこのあの襟もと意識するといいかもしれないですね。 で、丸いイメージ生かします。この、あのね、真珠の玉がまん丸で、アコヤ真珠なんでまん丸なんですよね。で、そのことを生かしていい柄って何かなっていうと、せっかくなので水玉どうかなって思います。あのもう白黒、あの白、黒じゃなくてもいいんですけど、白が相手になっている水玉をぜひっていう感じで、この白のね、あのまん丸の ここのこういう時にこそ水玉をねの粒も水玉の柄もちょっと大きめがいいかもしれないですね。あのそんなにめちゃくちゃ大きくなくてもあのちっちゃいドットみたいなやつよりはそこそこな大きさがあった方があの雰囲気がエレガントになるかもしれないです。白,白がすごく調和してうまくなじむ気がするんですよね。なんかそういう感じで華やかにつけられると思います。 だけれども、水玉は柄なので、やっぱりフォーマルっていう場から言うと、少しちょっとお出かけっていう感じに、ちょっとお出かけなんだよ、お食事なんだよっていか言うときに、とってももってこいな感じですよね。なんかそういう感じで、あの、エレガントにつけてもらえるとね、とてもなんか生きると思いますね。という感じでした。これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。